小木村一郎は日本の元卓球選手、指導者、第三代国際卓球連盟会長、日本卓球協会副会長を歴任した。現役時代は日本代表として世界卓球選手権で計12個の金メダルを獲得し、日本卓球界の黄金期を代表する選手として活躍した。引退後は卓球の普及に尽力し、また1971年には、 ピンポン外交の立役者の一人として、米中関係の改善に努めた。1987年からは、第3代国際卓球連盟会長、日本卓球協会副会長を務め、1991年の世界選手権千葉大会では、南北朝鮮の合同チーム結成に尽力した。1994年12月4日に死去。没後、功績を称いて、 現在の ITTF ワールドツアーの一つであるジャパンオープン卓球選手権大会が小木村杯国際卓球選手権大会に解消された。1997年には世界卓球殿堂入りを果たしている。静岡県伊東市出身。3歳の頃に父親を亡くし、中学1年の頃に終戦を迎えた。もともと少年野球と体操をやっていたが、 東京都立大重高等学校進学後、高校1年の9月に卓球を始める。その後は、東京都立大学に入学し、転学した日本大学芸術学部映画学科を卒業。1953年に全日本選手権、男子シングルスで優勝すると、1954年のイギリスウェンブリー及び1956年の東京で行われた。 世界卓球選手権で優勝した。シングルスダブルス、混合ダブルス、団体合わせて12のタイトルを獲得。1954年、1956年には世界ランキング1位になっている。中国やスウェーデンへの指導など、国際的な卓球の普及に努めた。卓球は100メートル競争をしながら、ジスをするみたいなものですという言葉を残し、 これにジャンフィリップ・ガシアンは共感した。後に日本卓球協会上任理事となり、後藤に会長と共に1970年に放置中。シューオンラ来とも会談し、1971年の世界卓球選手権名古屋大会への中国復帰に尽力。同大会に中国代表が6年ぶりの復帰を果たした。1987年に、 第3代国際卓球連盟会長及び日本卓球協会副会長に就任。ITTF 会長と同時に兼任していた日本オリンピック委員会国際委員長としては1998年の長野冬季オリンピック招致に尽力した。日本卓球協会副会長時代の1988年には初心者でもラリーを楽しめる、よう、ラージボール卓球の開発。 普及に努めた。また、卓球のイメージアップを図るため、卓球台の色を深緑から青に変更。青色の卓球台は1991年の世界、選手権千葉大会から使用され、以後国際企画となっている。なお、この変更のきっかけは1980年代後半の笑っていいとも、のコーナーで、タモリが、卓球ってネクラだよねと発言したことによる、 ものとされている。1994年12月4日、肺がんにて死去、62歳没。没後の1997年に、田中俊明、松崎君大、江口藤枝とともに、世界卓球殿堂入りを果たした。ジャパンオープン卓球選手権大会が、小木村の死後に、小木村杯国際卓球選手権大会に解消され、 国際卓球連盟公認プロツアー公式戦として開催されている。また祖父が長野県基礎軍奈良川村出身であった縁もあり、1995年に奈良川村の名誉村民に推挙されている。また、塩尻市では毎年小木村一郎を記念して奈良川小木村ハイオープン卓球大会を長野県卓球連盟の主催などで開催している。 小木村一郎は1970年代初めのピンポン外交において重要な役割を担った。スポーツ外交の巨匠と呼ばれ、ピンポン外交官というあだ名も付けられた。紅レン公安と消息胸の逸話がピンポン外交を促進させた大きな要因として取り上げられていますが、小木村はその前から中国の国際卓球部隊への復帰に向け水面下で活動をしていた。 小木村の働きかけのおかげで中国の首相であった、周恩来は中国代表が1971年の世界卓球選手権名古屋大会に参加することを許可し、同大会に中国代表が6年ぶりの復帰を果たした。同大会でやがてリチャード・ニクソン大統領と毛沢東主席の会談にまでつながるクレン公安と消息胸の偶然の出会いがあった。小木村は 国際卓球連盟会長及びにピンポン外交官として1991年に大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国の統一コリアチームの結成及びに世界卓球選手権千葉大会への出場を実現させた。その際、小木村は韓国に20回、北朝鮮に15回足を運び、朝鮮半島で統一チームを結成するように訴え続けた。 国際卓球連盟からも、韓国と北朝鮮が統一コリアチームとして、分断後初めて統一チームを結成し、出場することに対しての合意を取り付けた。また、日本の地元行政の主張にも呼びかけ、長野市、新潟県の長岡市、そして千葉市で合同トレーニングキャンプの設立に成功した。統一コリアチームは、白地に空色で、朝鮮半島をあしらった旗で出場し、 南北の国家ではなく、朝鮮民謡であるアディランを使用した。また、同大会で統一コリアチームは、金メダルを一つ、銀メダルを一つ、そして、銅メダルを二つ獲得した。小木村一郎は1954年に、イギリスの親善大使も務めた。51%理論は小木村が考え、普及させた、プレースタイル。51%以上の確率で得点が入る。 チャンスがある場合はスマッシュをするという攻撃的なプレーを前提としたプレースタイルである。小木村が指導者を務め、後に世界チャンピオンにもなった小足胸やステラン・ベンクソンもこのプレースタイルを取り入れた。小木村一郎が日本のフットウェアブランドである紅葉ベアのためにデザインした卓球専用シューズの古い広告。小木村は卓球用具の開発においても 積極的に活動し、日本のフットウェアブランドである紅葉ベアーのために、卓球専用シューズもデザインした。イギリスでは、卓球用具のブランドであるジュラと共同で、シューズのマーケティングが行われたため、ジュラのロゴも付けられた。ありがとうございます。